F1 でも大手企業とか難関企業普通に行けますよってずっと言ってる。自分よりもっとすごい人たちなんてやっぱ世の中いっぱいいるんで、内容はうまくまとまってなくて文字数が聞こえちゃってるなって思ったのと、字があんまり綺麗じゃなかったなって思った感じです。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。節政くん、今日はですね、節政くんの1日に密着して就活どんな感じで頑張ってるかを取材させていただけたらなと思ってます。最近元気ですか？元気です。でも課題が結構多くてそれが大変ですね。今初めて節政くんのことを知った視聴者の方向けに簡単に自己紹介してもらってもいいですか？東京未来大学モチベーション行動科学部3年の節政拓也です。最近就活を本格化されてこれから頑張るっていうところで春代理でも応援できたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。今回の密着というか取材 OK してくださった理由とかってありますか？本当に何もそんな深く考えてなくて軽いノリで受けました。アメバ TV とか仙台アリーとかに出て節政くんの中での変化ってありましたか？もしくは周りの反応とかも。周りの反応はやっぱ節政が出てるみたいな評判みたいのは立ってたらしくて、自分には直接言っては来なかったんですけど、なんかそういう噂は立ってるっていうのは知ったし、アメバに出る前は単純に就活でいい会社行けたらいいなってぐらいに思っただけなんですけど、あれに出てからは自分の将来のことちゃんと考えようかなとか思ったりして、大手だけじゃなくてベンチャーとかもっと幅広く見てみようかなって風には思ったかなって感じました。過去の動画で学歴コンプレックスについて言及していたと思うんですけど、はい、今もそういった感情ってありますか？当時は結構あったんですけど、自分が行動すればいろんな人たちと出会えるってことを知ったし、そういうのを気にしないぐらい取り組んだりとか関わる人を変えてみたりとかして自分に自信をつけられるってことを知ったので、全然今はそういう感じは。就活はどんな感じでやってるの？リクナビとかマイナビから来るお知らせをちょっとメールを読むって感じで終わってます。節政くんが最近これやって失敗したなとかってありますか？6月ぐらいにサマーインターン一社受けてみたんですよ、本当に軽いノリで。そこで結構詰められたりとかして、ちゃんとガクチカとか自己 PR もうちょっとしっかり言っとけばよかったなっていうのは反省してました。どういう風に詰められたんですか？学生時代に頑張ったことなんですかってやった時に、賞金監視をやっててこういうこと頑張りましたあった時に、具体的にどういうこととか、なんでそういうインターン先の会社を選んだのみたいなことを結構深掘りされて、聞かれるとは思ってなかったんで、そこで結構詰まっちゃったりしてうまく答えられなくて、それで終わっちゃった感じです。なるほどね。節政くんが就職活動を始めたのっていつでしたっけ？ちゃんと本当にやろうと思ったのはここ最近ですね。じゃあこれからっていう感じなんですかね。本当にそうです。就活ちょっと始めてみて不安なこととか、あとモチベーション的なところを教えてもらってもいいですか？自分のやりたいこととか就活の軸だとか、なぜその業界を選んだんですかみたいな質問とかを調べて聞かれるのを知って、そういうのをなんか自分の言葉で言語化するのってめちゃくちゃ今難しいなと思ってて、モヤモヤしてるって感じですね。モチベーション的なところは就活系の動画を見たりとか、周りの23卒の動きを見て、やばいやんなきゃみたいな感じで奮い立たせてるって感じですね。節政くんが長期インターンを始めようと思ったきっかけって何ですか？たまたまうちの大学に怪しい教授がいるんですけど、変なこと言ってる人がいるんですけど、その教授がマーケティングの先生だったってこともあって、マーケティングって面白そうだし楽しそうだなと思ってたので、マーケティング系のインターンシップをやろうと思って動きました。なるほどね。尊敬する人とかっていますか？大学の教授ですね。なんでですか？その大学の教授は言ってるのは、F1 でも大手企業とか難関企業普通に行けますよってずっと言ってる先生で、例えば F1 だけど電通行ったとか楽天に行ったとか、あとは新卒で1000万円手に入れた人とか、その人たちでちゃんとこう背景とかリフォートアフターを伝えてくれるから、なんか自分でもできるんだろうなとか、あとは自分のやりたいことを伝えたらこういう人いるから紹介するよみたいな感じでつなげてくれたりとかしてて、学生のやりたいことを支えてくれてる人なんで、その人を尊敬してます。いいですね。好きな芸能人とかって言いますか？朝日奈央さんって分かりますか？分かる。あの人がすごい僕は好きで、タイプです。出会えたらいいですね。なんか旬ダイヤリーでそういうのできないですか？そこまでのパワーないんですよね。普段のスケジュールとしてはどんな感じで過ごしてるんですか？朝9時ぐらいに起きて、10時ぐらいからずっと5時ぐらいまで大学の課題やって、で疲れてダラダラして、でも1時間ぐらいはちょっと就活やんなきゃなと思って、で企業とか見たりして大体10時ぐらいに寝ちゃうって感じです、ね、なるほどね。めっちゃリアルでいいですね。じゃあこんな感じでインタビューは終わろうかなと思います。はい、この後どうするんですか？
か。行きつけのカフェがあるんで、ちょっと一緒によかったら行きませんか。あ、ぜひお願いします。じゃあ行きましょう。はい。ちなみに俺たちめっちゃ合ってるよね。めちゃくちゃ合ってますよ ね。最初でやったって3月ぐらいじゃないですか、うん、大体まあ3、4ヶ月ぐらいなんですけど、うん、大学の友達より過ごしてる方が長いです。いや本当そうよ。節政くんやっぱいいね。等身大感があるね。あー、いやでも全然なくて、なんか自分よりもっとすごい人たちなんてやっぱ世の中いっぱいいるんで。それはそう。なんかそれはそう。まあそうですね、うん、できないところも見せていくっていう姿勢がすごい素晴らしい、素敵だなと思いましたね。これ個人的な主観なんですけど、うん、できてるとこだけを見せてもなんか何の説得力もないなって思ってて、うんうんうん、自分のできないところとかなんかを映していけば見てる人も自分でもなんかできるのかなみたいな、そういう風に感じてもらえればすごく嬉しいなって思って出てますね。今何してるんですか？自己 PR を働きますよ、感じ。自分の動画見て自己 PR 作るのめっちゃいいね。改めてもう一回見ると、また新しく気づいたりすることあるなって。そうね。どうですか、終わってみて。300字と思って書いたんですけど、やっぱ内容はうまくまとまってなくて字数が結構超えちゃってるなって思ったのと、字があんまり綺麗じゃなかったなって思いました。反省です。いただきます。僕の部署を着てなんか大したことないじゃないですか。いい会社に入りたいみたいな。なのになんか応援してくれる人がいるんだなって思ってすごい嬉しいですね。最近思ったのは、いい会社に内定をもらうことがゴールじゃないなって思ってて、その会社でどういう風にやりたいのか、そこまで考えることとかが大事なのかなって思いました。確かにね。それはどういう経験から思うようになったんですか？動画見たりとかしてて、就活だけはやっぱ手先のゴールじゃないなと思ってて、こういう人になりたいんですみたいなことをちゃんと言ってる人たちが多いなって。模擬面接とかもそういうことを聞いてくる人たち多いじゃないですか。そういうのを見た時にやっぱりちゃんと自分の将来像まで描いてないと会社に入っても活躍できないのかなと思ったんで、なんかそういう目標を持つっていうのが大事なのかなって思いましたね。節政くんにとって就活とは何ですか？自分のやりたいことを話す旅行やつ。改めて今後の動き方というかをいただいてもいいですか？来月くらいには自分のやりたい働きたい決めていきたいなって思ってて、それを決めてからなんかそれに向かって自分がどうしてこう思ったのかとか意味の深掘りとかをできたらいいなって。じゃあ節政くん、これからも我々は節政くんの就職活動を応援してます。はい、頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。